私ね、大阪でって兵庫県なんですけど、20年ぐらいドラッグストアの店頭薬剤師をしていて、1日ね1000人来るお店に勤めてたんですね。なのでものすごい接客数 でその中で、一応ざっと計算すると18万人ぐらいなんですけど、そのいろいろ接客させていただいている中で、だんだんね言ってることが似てるなっていうことがいっぱいあって、例えばこういう病気の人はこういう口癖があるな、こういう口癖の人はこういう病気になるなっていうのがだんだん分かってきてね。例えばですね、私ぐらいのね年齢になるとね、喉がねこの辺がこうっていう感じですごい詰まるって、でも病院行くと何もないって言われるっていう専業主婦の方がすごく多くてね、そういう人たちってなんか子供のためとかお父さんのためとか自分のおじいちゃんおばあちゃんのためとかって、人のためって言って毎日暮らしてる方が多くて、で聞くとね二言目にはね、私は何もできないのでって言われるんですよ。何もできないっていっぱいやってますよって言って、こうお父さん見たり、ご主人の夜中帰ってくるお食事をしたり、朝練行く子供のお弁当作ってたり、いやそれは何もできないからですっておっしゃるけど、私から見ればそのお母さんがいるからみんな成り立ってるのになみたいなね。でそういうことがこう多々重なってくると、だんだんもうちょっと私も遊び心が出てきてしまって、喉が詰まるんですって言われたら、夜中の1時にご主人天ぷらあげてませんかとか、朝練行く子供に5時ぐらいから起きてお弁当作ってませんかとか言ったら、どうして分かるんですか、どこで見てたんですかみたいなね。でなんかどうやらこう思考回路が同じ人は同じような症状が出るんだなっていうのにこう気づくようになって、でこれどういうことかなってだんだん面白くなって、人の心とね体のつながりっていうのをね、やっぱそれからすごく興味持ってね調べていくようになるんですけど、それ今回声かけていただいて、心と体がどうつながってるかっていうのをこう今ね文章にして本の出版に向けて書かせていただいてるんです。はい、あとその中で何がお伝えしたいかっていうと、みんなほら機械とかカメラでもそうですし、パソコンとかでもそうなんです。みんな取り扱い説明書っていうのがあるじゃないですか。でそれをこう同じようなものが実は一人一人にあるんじゃないかなというふうに思っていて、それはなぜかというと接客していろいろお話聞いていると、同じようにご主人 の食事してたり、朝のご飯の子供さんのお弁当作ってても、その背景みんな違ってたりするんですね。同じことしてるんだけど、どういう思いかとか、あと何を考えてその行動をとってるかっていうのはそれぞれしか分からなくて、で接客している間に同じ症状の人でも背景がバラバラなんだなってなった時に、その人がどうしたらいいかっていうのはね、実はねその人本人しか分からないんだなってことに気がついたんですね。私がいくらこうですかって聞いたところで、本人がうーんうんってなると分からなくて、最初はどうしてあげたらいいのかなと思ったけど、結局いろいろお話を聞いていって、あなたの背景はどうなってるんですかって、ご家族はどうですか、糖尿病の方に誰がご飯作ってるんですかっていうふうに聞いていくと、その人の中の今どうしてそこで思いが詰まっているのかっていうのが見えてくるようになって、実はそこに答えがあったりして、その背景が結局答えをね、症状を見ていく時の答えを持っているのはその人の背景なんだなっていうふうに思い出して、そうするといろいろ私が症状のことを解説しているうちに、ご自身の生活背景の中から、あきっとこのことが原因だと思いますとか、きっとこういうことで私は今疲れてるんだと思いますっていう言葉がね、お客様の方から出てくるようになって、それがいわば個人の一人お一人のご自身がお持ちになっている取扱説明書なのかななんて思っています。